こんにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。今日も寝起きの寝癖のままできるシリーズ、ちょっと大好評でやらせてもらってるんですけど、今後あと何回できるかわからないけどね。まあどんだけレパートリーがあるかわかんないけど、頑張ってね。できるだけ多くお届けしたいなと思います。今日はねじってクロスさせて留めるだけっていうゴム2つでやってるんですけど、ちょっとハイライトとか入ってる方はかなりおしゃれに見える髪型になりますので、ぜひ挑戦してみてください。はい、それでは動画スタート。リレーのフリーバームを使います。爪ぐらいの大きさを取ります。全体的になじませます。まず後ろで半分に分けます。耳後ろで半分に分けます。このように4等分に分けます。左サイドと右バックサイドを持ちます。2つの髪の毛を外巻きにねじりながら左の耳後ろに持ってきます。2つの髪の毛を交差させてゴムで結びます。ねじったところのゴムの付近からほぐしていきます。残りの髪の毛も先ほどと同様に外巻きにねじりながらゴムの上でクロスさせます。ゴムで結びます。ねじったところのゴムの近くからほぐしていきます。ヘアアクセを使います。ゴムを隠すようにヘアアクセをつけたら完成です。寝起きのままでもできるアレンジ、またやってみました。髪の毛の量が多い方少ない方でも簡単に、バランスよくできる髪型になっていますので、ぜひやってみてください。バイバイ。